どうも、坂口さん、坂口さんと翔太です。おはようございます。ということですね、今回すごいいろいろ災難にまみれましてですね、はい、まあ朝、5時半くらいに出発して8時半と、はい、ちょっとね遠いわけではないんですよ、そこまで。そうだね、トラブルがいろいろありましてですね、現在8時半ぐらいでここ10時までです。前回とですね、前回で若干ちょっとない時間がないので、そうですね、ちょっと今回スピードアップして私がっていこうと思うんですけども、まあ、前回ウグイ9匹という結果になりまして、はい、今回は私1匹でもいいので、はい、釣りたいなで、ちょっと2万匹目指して、よしってことなんで、1万で1万だと思います。で、ちなみに遅れた理由はですね、ですね、車が警告6個出まして、はい、ぶち壊れました。撮ってます。うわ、かっこいい。重量級の鳥。そうですね、いろいろあってちょっとぶっ壊れましてですね、まあ、それでちょっと時間を遅れてしまったということで、はい、早速釣っていこうと思います。よいしょ。よし、これがね、優先。あ、ありがとうございます。確かに舐められて困りました。車を押してきて、でバス釣りみたいな。素早い。あ、そっか、2つにつけて切るんや。切ればいい。柔らかいと、やばすぎる。え、それ僕のっすよね。うん、ほら絶対来ると思った。え、餌ついてないとこなんだけど。バス釣りの名人とかこんな感じで。これ来た、これは。あ、来た。あ、来た。でかっ、すぐっ、けー。来ました、皆さん、これですよ。ちょっと映ってんのかな、これだよ。でかい。でもこれはね、顔がうぐいな気がする。究極っすよ、究極。マジこうだと思うんですよ、僕。もう、顔も無理だ。もう。さあ、ということでありがとうございました。はい。いや。釣れましたよ、たくさん。いやー、もうね、何匹ぐらいですか。30、40ぐらいいきますかね、ワカサギだけで。そうですね、まあ、サムネイル見てもらえば分かるんですけど、はい、ちょっといけてるんですけど、かなりがっつりいきましたよ、今回はね。でね、言いたかったところなんですけど、いや、そうっす、ワカサギ1、ウグイ1。まあ、ウグイちょっとね、食べなかったんで、食べなかったんですけど、まあ、ちっちゃいワカサギね、僕食べまして、で、ちょっとこれだったらねっていうのがあったんで、うん、まあ、ワカサギの天ぷらをね、2つ頼んだんですよ、880円の。確かに、むちゃくちゃ出てきたんですよ、ワカサギ。ごっそり、ごっそり出てきて、まあね、美味しくね、いただいたんですけど、やっぱり生臭さが今、めちゃくちゃ口臭いです。で、これね、じっくりこうで、ちょっとなんとかしてるんですけど、みたいな感じですね。はい、ということで、第2弾2匹ということで、はい、終わりました。でもなんか次回はちょっと夏がいいなって思ってたんですよ。そうっすね。で、まあ、やっぱ釣りの企画なんで、はい、釣りはしたいけど、全然ちょっとジャンルを変えたワカサギじゃないのにちょっとステップアップしようということで思ってますので、なるほど、やっていけたらなと思います。はい、はい、で、ちょっと今日の感想をお願いします。そうですね、まあ、見てもらうとですね、すべて、はい、分かるんですけど、まず車がぶっ壊れて、レッカーされてからのね、ありえないですからね、本当にぶっ壊れる。時間前には来たんですもんね。そうです、そうです、2キロ手前までは。そうなんですよ、言ってるんだけど、ぶっ壊れてもう正義不能になって、はいはいはい、ほんでレッカー車の人に送ってもらって
1時間半遅れてスタートしますから、うん、はい、まあ最初のねスタートは悪かったですけどね、はい、最後もワカサギ食べれたんでよかったということで、はい、ということでね、まあ、次回も、はい、スリル企画やっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、もしこの面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。